まあ、1930年代、40年代の、まあ、レクタングラーウォッチもそろそろこれで最後にしようと思っています。まあ、これは龍仁ですね。龍仁の、キャリバ9でしたっけ？ 9 が入っている時計ですね。あとでちょっと、機械開けてみますけれども。まあ、龍仁らしい時計ですよね。角型の龍仁の機械はなかなか優秀な機械がありますので、これもその代表的な機械が入ってますね。それではこの後機械を、これも開けたこと、もう一回ぐらいあんのかな？あんまり開けたことないですね。開けてみます。